下モツキルナ松本人志の復帰に期待これからもたくさんの人に笑いを届けて二人合わせてダウンタウンセクシー女優の下モツキルナが8日自身の XQ ツイッターを更新 お笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志が文芸春秋者らに約5億5000万円の損害賠償などを求めた訴訟について、訴えを取り下げたことに触れた。かねて松本の応援団を自称している下月。 この日は、松ちゃん長い裁判お疲れ様でしたとねぎらいの言葉をかけるとそしてお帰りなさいこれからもたくさんの人に笑いを届けてくださいね二人合わせてダウンタウンとコンビでの活動に期待を寄せた。松本は昨年12月。 過去の会食で女性に肉体関係を迫ったと週刊文春に報じられ、芸能活動を休止。今年1月に文春側を提訴していた。しかし今月8日、強制性の有無を直接に示す物的証拠はないこと等を含めて確認いたしました。そし、訴状を取り下げたことを報告。 芸能活動復帰を予定していることも伝えた。なお、相手方との金銭の授受は一切ありませんし、それ以外の方々との間においても同様ですと説明している。